去年まだね。スピン、基本的にいつもスピンです。スピンです。眠たの早よ。そして寒いんすけどすーごい寒いんすけど、おはよう。何かあるの？レッスンがあって、ちょっとね、とりあえず朝1時間くらい配信をしようかなと思いまして。え、声やばくない？やばいね。まあいいや。何時に目が覚めたの？6時25分に起きました。だからもうついさっき。うん、天気はね、なんか別に悪くなさそうだよ。うん、全然悪くはなさそうだ。寒そうではあるけど、なんか今日雨降るみたいなんだよね。やだわ。はいよ、今から東京行くの？嘘だよ、今からではないけど、まあもうちょっと後。危ない危ない危ない。雪じゃないんだ。そうそうそう、朝のうちはなんか雪マークっぽかったのに、なんか雨だったんだね今日。ギフトありがとうございます。やだね、大変だな。東京に高級タワマン買ってあげて。うわ、憧れのタワマンだ。はよ。もう少し下がってくれんかな。今日はね、カイロ貼ってくから、ちゃんとカイロ必須。眠たーい。はよー。ねえ、なんかね、寒いというか、ギフトありがとうございます。
だな、寒くなるのね。そろそろ北陸新幹線で金沢行きたいです。いやもうね、ぜひぜひ金沢をね遊びに来てね。ギフトありがとうございます。いやまあ寒いけどね、だからあったかくしてぜひ遊びに来てください。東京もめっちゃ寒いの、やだ。おはよう。からね、マハモルームはフリールした。あ、一回だけ参加しました。そう、まあ地方に住んでるんでね、ちょっと劇場公演もなかなか出れないし、そう、こういう状況でなかなか出れないし、レッスンもなかなか参加は、ね、できないんですけど、そう、一回だけね、なんかお仕事あったんで、そう、その時にね、であの出ますかって言われて、あ、出ますって言って、一回だけ出たかな。おはよう。おはよう。はよう。とりあえず奈々さんに連絡して、まあたまに連絡取ってますよ。うん。おはよう、初見さんだ、ありがとうございます。あー、もうあくびが出ちゃう。甘いもの食べたい。ケーキ食べてないんですよ。甘いものが食べたい。でも一昨日お菓子食べたもんな。グミとか食べてた。おはよう。夏に光るんでる静かが中止の時のモハモは出会わなかったのかな。あ、言ってなかった、なかった。あの時はね。朝ごはんは何か食べるの？ヨーグルトかな。とりあえずなんとこの予定ではヨーグルト。うん、そう、オイコスがね冷蔵庫に入ってんのよ。オイコス、オイコス。ギフトありがとうございます。そう、給食なんですね。いや、そんなことないよ。ちゃんとご飯とか食べる時もある。そう、でも基本的には割と、うん、おはよう。
温かいスープとか飲みたくならない。あ、お味噌汁は欲しいかな。そう、でもね、なんかちょっとお母ちゃんもあんまり時間がないから、うん、コスプレーンとイチゴしか見たことがない。なんかね、ブルーベリーと、あとなんか期間限定で、そのなんていうの、ラフランスみたいなのが出てたかな。そう、一番ラフランスが好きだったんだけど、まあ期間限定なんですよ。眉毛がここないよね、気になる。隠し隠し隠れてねえや。そう、なんかプレーンはね、しかも、まあ基本的に無糖を買うんで、そうあれなんですね。ギフトありがとうございます。おはようございます。眠いぜ。おはよう。日かも眠いぜ。新幹線の車内で朝飯代わりに何とビール。ビールあかんで、あかんであかんで、お仕事前やで。推しの福留さんのルームで話題になってたんでずっと気になってました。え、嬉しい。え、ごめんね、なんかこんな感じで。今日ね、いつもはねちゃんと座ってるんですよ。ちょっと今日ちょっと早くてごめんね、寝転がって。必死の弁明。駅弁、あ、駅弁はいいね。ひかはね、基本的に新幹線だったらおにぎりとね、なんかサラダ系のものを食べることが多いかな。そうそう、とかまあ新幹線のね、その乗る駅からのところで結構おにぎり屋さんって駅あるじゃないですか。そう、だからそれで、あ、ギフトありがとうございます。ひろのさんは寝転ぶのが好き。違うよ違うよ違うんだよ違うんだよ違うの。本当はね普通に座ってるのが好きだよ。でもね、あのね、6時半からとか6時からだとね、私もね頭が冴えてないんです。体が動かないんです。そう、起きるの5分前だから始める。許してけろ。うん。Good morning。おはよう。もう髪の毛染めに行かなくちゃいけないんだよな。でもさ、行こうと思ってこの前行ったところね、予約しようと思ったらさ、めちゃめちゃ混んでて、まあ、年末そうだよなと思って、でも消しておきました。ありがとうございます。そう、なんか結構いっぱいで、あ、無理じゃんと思って諦めた。来年だなと思ってね。みんななんか割とやっぱり年末ね、お休みになるから、お店。そうだからね、今のうちだと思ってね、結構入れるんだろうね、予約。福留さんと仲良しなんですか。仲良しだと思ってる日かは。うん、福留のところ行きたい。そう、兵庫遊びに行きたい。
どうして髪を染めているの？染めた方がモチベーションが上がるし、なんか今しかできないことだから。おはよう、ギフトありがとうございます。そう、今しかできないことだからね、今やらないともったいない。おはよう。なんかコメントした？ごめん、見てなかった。頭は割といつも抜けて、あ、これ髪の毛の話じゃなくて、低い言われてるとは思わなかった。あ、まあそうね、抜けてるかも。え、知らんけどえ、知らんけど、急に言われるじゃん。ヒロノさんとの着替えの話をしてました。いや、よう胸触られるからね、あの子ね。もう最近はね、触り返すんですけどねおはよう。配信は7時半までかな。うん、ちゃんって寝相悪い方？いや、最近は悪くなくなった、割と多分。いや、そんなこともないかな。前ほどじゃない。前はね、朝起きたら反対向きに寝てることは結構あったんですけど。そう、今はそんなかな。そう、寒いから、そう寒いからね、お布団の中にくるまっちゃうのね。だから余計かな。アベアになった時誰かに言われたことない？ない。こちらは6時48分です。そちら何ですか？え、6時48分ですよ。え、そんな、え、日本列島で時間違うとかありますかあれ、まさかの私が知らないだけかな。マメちゃん一緒にいないよ。なんか後ろに黒っぽいの見えるけど、あれなんだ。あ、ちょっとお洋服ですね、すいません。今日着るお洋服がね、ちょっと出てるんです。この辺りはよく雪が降るの？昨日雪降って、そう、寒いんですよ。一気に気温が下がって、まあ、これは石川に限らずだとは思うんですけど。おはよう。そう、寒くてってなったらもうね、夜中とかで寒くて起きるんです。で、私暖房つけてもう一回寝るんです。そう、そうなのです。おはよう。そうだからね、まあ、確かに夏の方が寝相悪いかも。じゃあやっと金柑生の前ね。いや、まだそこまでじゃないよ。1月2月かな、それは。
なんか右目が変な感じする。治ったかな。少々お待ちを。よいしょ。おはよう。寒いね。夏暑いからお布団蹴飛ばしたり、あ、そうそうそう、お布団っていうかなんかまあ基本的に何なんていうの、タオルケットみたいなのを使うんですね。そうで軽すぎてあの吹っ飛ばしちゃう吹っ飛ばしちゃう。電気毛布は使わないね。うん、赤ちゃんって朝目覚めいいね。そんなことないよ。もともとどっちかって言ったらさ、朝方な人間だから。あれ雪か雨かどっちだ、雪か雨かどっちかだ。うん、いや風強いな今日。収まんないかな。楽しみにしてるのにどういうところに楽しみ感じてんのさ。階段取ってみぞれと予想しよう。いいよ、ちょっと近い。雨だな。あーみぞれだなみぞれです、正解。おはよう。西川って寒いイメージ、こっちでホワイトクリスマスでね、まあ少しだけ積もってくれれば。なんかもう積もりすぎるとあれなんで。クリスマスイブのご予定は、皆さんとショールームをする予定しかございません。はい、もうねそのプレゼントもらえる年でもないので、今のところだけど皆さんとショールームする予定しかございません。服装の毛布だね。そうあったかいの。こればあちゃんにもらった、もらったっていうかいつもこの時期使わせてもらってる。雫公園もあるんだよね。そうだよ、呼ばれないから。でもひか悲しいのか。悲しい、うん、まあなんかお仕事とかあったら嬉しかったなとは思ってるけどまあね、ないみたいなんで。みんな元気でいてくる、それが一番のプレゼントさ。ばあお母ちゃん、お母ちゃんにとってはそうだろう。でもひかにとってはな、プレゼント欲しいんだよ。物でプレゼントが欲しいんだよ。お洋服とかさ、っていうのが私の本音です。はい、ギフトありがとうございます。じゃあよくコスプレで抜かれるようにクリスマスもコスプレする。ああする予定です今のところ。いやみんなだって好きでしょ、そういうの好きでしょ。そう一応する予定ではいるよ。はよギフトありがとうございます。あまり物欲ないです、うらやましい。うん、もう物欲ありすぎて本当に困ってる。
てありがとうございます。風強いよ、かんやだ。仏像が欲しいの。あー、ちょっと遠慮しときます。ヒカが好きなものはお洋服にアクセサリーでしょ、カバン、漫画、まあ、ベッドも欲しい、なんならテレビも欲しいね。そうそうそう、いっぱい欲しいものあるんだ。まあね、ちょっとずつちょっとずつ買ってんの。まあ、ベッドとかはね、今ねベッド撤去してソファーベッドにしたいんですよ私。そう、もうなんかベッドでかすぎて邪魔でさ、でひかもともとずっとね自分の部屋にね、まあソファー置くのが夢だったんですね。でもまあこの部屋さそんなさ広くないからさ、じゃあもうソファーベッドでよくないっていう、ソファーにもなるしベッドにもなるし、え、万能じゃんと思って、今ソファーベッドが欲しいんです私。ギフトありがとうございます。便利。そうで、それにね座りながらねテレビを見るのがね最高。はよはよ、布団引きゃええやん。なんか片付ける場所がないから、それはそう。もうねひかの部屋のクローゼットはお洋服でいっぱいだし、テレビないんだ。ひかの部屋にはテレビはないです。もともとねあったんですけど、あのお兄ちゃんの部屋、お兄ちゃんがね使わないからいいよって言ってくれて、でひかの部屋にずっとあったんですけど、あのおばあちゃん、まあ見たり見なかったりで基本的にあまり見ないんですね。そう、見ないんですけど、まあ、やっぱりあったら嬉しくてあったんですけど、なんかおばあちゃんの部屋のねテレビが壊れちゃって、え、それいい使ってって、ばあばめっちゃ見るからテレビ、そうだから持ってっちゃった。でもたまにさドラマとかを2階で見たいんだよね、ひかは。はよ、見ないのに欲しがる。見ないわけではないもん、ドラマとか見るもん。録画とかできたら最高。今年ハマったドラマ、え、最愛、え、最愛やばかったんだけど、え、もう泣いた泣いた、マジで泣いた。素敵、ギフトありがとうございます。おはよう、バウバウバウ。本当に泣いたね。アバランチは次が最後だから。そう、真犯人フラグもなんか気になるね。え、本当にね最愛がやばかった、トレンド入ってたねツイッターね。こういうのをねツイッターで見れるようになったんだ。もうあのいつもねトレンドとかようわからんかったんですけど、あ、これがトレンドかみたいな。本当に最愛はやばかったね。なんかもう涙が、画面なんか32くらいインチだとちょっとちっちゃかったんだけど、もうワンサイズ上げるとでかいんだよね。 でもでかいの欲しいからもう一サイズ上げてもいいか。32インチの次っていくつだっけ、もうそれがわからない。
あ、37ってあんの？なんか37ってていう。いや、でも40くらいあってもいいかな。何この37ってないよね、37って。私黙ってもらってる？もらってない。もうね、しかもあげる側ですよ。40かな。うん。番組は録画とかはしないの？ああ、なんかリビングのテレビではしてます。結構ドラマ撮ったり、例えば AKB が出る番組出るよ、あの出るじゃなかった、撮るよとか、まあ地元でのお仕事させていただいた時番組出たんですけど、その時もそうよって。そう、私玉はね、もういとこが今まだ中1、あれ中1だっけ、そうね、中1だね。なので、まあもうあげる年ですね、社会人になったし。しかも去年ね、あの来年からねって言っちゃったから、あげなきゃいけん。若い子ってあんまりテレビ見ない。あー、なんか YouTube とかさ、今さ Hulu とか TVer とか、ね、結構いろんなのあるから、そっち見ちゃうんじゃない、ネットフリとか。うん、まあ、しかも Hulu 入ってるし。うん、でもね、テレビはまあ見ないわけではないよ。ひかは好きだよ、ドラマとかは。でもドラマとかもね、そういうので見れちゃうから。プロジェクターはもう悩んだんだよね、悩んだんだけど、なんかよく分かんなかったからテレビにしようと思った。そう、結構インスタ見てるとプロジェクター買う人あのいるらしくて。そうそうそう、地元の番組にはよく出演するの？いや、よくではないです、よくではないんですけど。あ、ね、ここで皆さんにお知らせ、次のね、12月22日のね、絶好調ダブルですかね、あの少しなんですけど出演させていただいてます。また食レポしてきましたので、ぜひ見てください。そう、またね、ツイッターの方で告知もしますので。もうね、ね、北陸放送さんの方 の、 あの公式チャンネル、そう、 YouTube で出てます、 CM が。そう、それにもちょこっと CM の方に顔出てるので見てください。まあ、これもね、あのレギュラーかは知らないです、わかんないです、それちょっと私が決めることではございませんので、まあレギュラーでいただけたら嬉しいですけどね。見れないよって方はその翌々日の正午から TVer でも配信、無料で配信されるので、1週間だけだけど1週間無料で配信されるので、そちらの方を見ていただけると嬉しいかなと思います。はい、おはよう、ね、ぜひ北陸放送さんの YouTube、絶好調ダブルの CM 見てください。以上、お知らせでした。ギフトありがとうございます。その番組は毎週放送されてるの、毎週水曜日夜7時からやってるんですけど、まあ、私、前回、8日かな、8日の時に出演させていただきまして、まあ、ロケ行ってきまして、はい、でそこからまたなんか今回22日に、まあ、ちょっと少しなんですけど、出させていただきまして、美味しいもの食べました。すいません、ヒカルンは成功到底のどこを歌ってるの、誰と同じ。ヒカルンはですね、ちょっと今パッと歌詞が出てこないんですけど、
同じこと繰り返しを歌ってます。はい、サビ前、1個サビ前、サビ前、うん、を歌ってます。あと2番は、2番もパッと出てこないや。あ、全然大丈夫、大丈夫だよ、元気元気、おはよう。2番はそんなことも知らなくてごめんっていうところを歌ってます。そう、あれわかんない、なんかお母ちゃんは割と、あ、声聞こえるねって言ってくれたんだけど、そう、もしあそこに漏れてるのサメ、あ、そうそう、サメさん、ギフトありがとうございます。おはよう、バスケの練習試合行ってきます。あら、行ってらっしゃい、頑張って、おはよう。収録中にはその通りだったの、そうそうそう、そこ歌ってたよ。あ、すぐ分かる、あ、分かるよって言ってくれてる人もいる、嬉しい、おはよう。ヒカはね、全然自分の声分かんないんですよ。あの、自分が聞いてる声と、あの、テレビとかで喋った声って結構違うじゃないですか。そう、だから自分の声全く分かんない。うん、ドーナツを持って生写真を注文して、ありがとうございます。そうですね、生写真も今ね、予約が開始されました。昨日ね、ツイッターで告知もしたんですけど、ツイッターと、7号校かな、で告知もしたんですけど、あの、12月21日の12時59分まで皆さんね、ぜひゲットしてくれると嬉しいなと思います。今回のはね、割とちゃんと撮れてると思う、まあ、いつもね、ちゃんと撮ってるつもりなんだけど、いつもより出来はいいと思ってる。から朝ごはん食べたの、うん、まだこれからかな、配信終わってから。から朝ごはん食べ、あ、間違えた、同じのようにした。そこ何人で歌ってるの、3人、もともと3人かな。まず成功と手を聞いてない、少し聞きませんか。聞きませんか。そう、今回のはね、いつもよりいい出来だと思ってるから。そう、このドーナツね、あの、自分で作ったんです、手作り。そう、久しぶりにね、あの、強力粉とドライイーストを買ってきて、そう、あの、イーストドーナツを作りまして、それを持ってしようと思ってます。いいアドバイスできたらいいんだけどさ。え、全然いいよ、なんか、あの、褒めて伸びるから。自分で言うと恥ずかしい、褒めて伸びるタイプだから大丈夫だよ、ありがとう。メンバーで声が分かりやすいのはりんちゃんとだりじゃない？いや、ひかはね、あの、ひーちゃんが分かりやすいと思う、すごい。うん、ネモハモの時もね、もうなんか聞いた瞬間分かるよなと思って。褒めないとダメなのね。いや、褒めないとダメってことはないけど、褒めてくれると嬉しいな。けなされるとね、ちょっと悲しいからね。そう、豆腐メンタル、ガラスのハートなんで、ね、いやいや、分かりやすいね。本当？ひかはな、やっぱひーちゃんなんだよな。ひーちゃんが本当に分かるんだ。少し配信する、30分まで配信する。
んなさい。準備しなきゃな、準備しなきゃ、準備しなきゃ。ヒカルの声が一番好きです。嬉しい。加湿はしてる？一応してます。なるちゃんがひーちゃんの声真似得意で、あら、本当なの？え、嘘を聞きたい。ガラスのハートで豆腐みたいなお腹、オイラやな。あ、そうなの？あ、そうなの？そう、かぶってないと寒いよ。もう暖房ガンガンつけとるから今。ギフトありがとうございます。おはよう。温めてください。ぎゅっぎゅっ。あ、どう温めるのが正解？キュッ。よしよしよし。よしよし。摩擦で温めるの。ギフトありがとうございます。昨日に出かけるのは今日ね、レッスンなんでね、レッスン行ってきます。おはよう。ペットではないけど、どう温めるべきかなと思って。されない人、お母ちゃんとかにされるよ、こうやって。あ、手だけど、そっかで摩擦でね、あったかくするっていう、こうやって。今日は日帰りさんじゃないです、お泊まりです。名前からして寒いのよ、かき氷。それは寒いわ、夏だね。夏だね、すごく夏だった。そうだな。雪見大福とかどう？雪見大福はさ、なんかちょっとかき氷と似てるけど、似てないわ。でもかき氷と似てる、ちょっとなんかね、甘い美味しいものだけど、冬でも食べるで、ストーブで食べるで。急に名前の提案しだしちゃった。たっぷりだね、気をつけていくんだよ。ありがとう。行ってくる。まだだけど。かき氷好きなのかな。いや、まつげのね、寝癖を直さなきゃ。なんか最近さ、まつげの寝癖がすごくてさ、困ってるんだよね。なんでだろう。きみ大福は前は冬しか販売してなかったから、ね、あれ、そうなんだ。それは初めて知った。なんかもう年中あるイメージ。いきみ大福のね、スイートポテトがね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。パーティーピーポーじゃないよ、じゃないよ。サービスエリアに泊まったから、おはよう、おはよう。おはよう。お仕事かな。お疲れ様です。ありがとう、帰った。あ、やった、帰ってくれた、嬉しい。帰ってくれたよ、ありがとうございます。こちらこそ。でもアイス食べるの？食べるよ、全然、めっちゃ食べる。おはよう。そう、全然食べるよ。最近はまあ、さっき言ったとおり、雪見大福のスイートポテト食べたし、なんかピノのいちごとかも食べたし、だからアイス大好きなんで結構買います。おはよう。この
あ、この前もね、まあ組閣あったじゃないですか。で私もう号泣したじゃないですか。まあショールームでは泣いてなかったけど、あんまりもう号泣したからなんかお腹空いちゃって、その後お腹空いてなかったんだけど、ミサとねショールームして話してたらだんだんお腹空いてきて、あのブリュレのアイス食べました。そう、美味しかったな。そう君大福のチョコが好き。え、そうチョコ気になってたの。え、めっちゃ美味しそうと思って、でも食べてないのまだ。ハーゲンダッツ新しい味出た、出てたような、出てなかったような。なんか結構しょっちゅう割と出るじゃん、早いじゃん出るの。はよ、その後買いに行った。うん、そう、チーム4大好きだから離れるの寂しい。金沢駅でよく行くご飯屋さんはある？いや、ないかも。よく行くのはね、おにぎり屋さんならあるよ、よく買う。そう、え、そう、あったかい部屋で食べるのが美味しいの。例えばね、こたつある方だったらこたつ入ってとか、ひかはね家こたつないんでストーブなんですけど、ストーブの前でとか食べるのがマジで最高に美味しいね。え、アイスと、あの、あったかいところでアイス食べるってなんでそんなに合うのかね。なんなら夏より好きかもしれんね、絶対そう。あ、セブンイレブンのソフトクリームいいよね、あれ好き。なんかミルクみたいなやつ、なんかなんていうの、説明ができんな。プレミアム系のなんかさあるじゃん、すごい丸いなんかソフトクリームみたいな、なんて言うんだろうおかか好きなのか。ミスターがサヤリンはたくさん食べる人と言ってた。そうなの？いや、なんかヒカのイメージではなんか食べるけど、あのちゃんと体型をねなんか考えてる子だなと。もちろんたくさん食べるかって言われたらちょっとそこまで見てないけど、そう、体型あの管理を頑張ってるなって思ってる私は。チョコミント好き？あのナナさんとね一回そのオムライス食べに行った後にね、あのジェラート食べたんですけど、その時にね、ヒカラおめでナナさんミントだったのね。その時にナナさんにミントもらって初めて、美味しかった。うん、あ、めっちゃ美味しいと思って。そう、初めてだったの、その時チョコミント食べたのが。そう、美味しかった。おはよう。ね、ナナさんとご飯行ったな。おはよう。いつかな、いやー、ミント好きですよね。そうそうそう、スーってする感じがね、ヒカは好きだったよ普通に。なんかチョコミントってさ、苦手な人と好きな人と結構分かれるじゃん。そう、私は好きでした。マスクって普段何枚くらい持ち歩いてる？あ、なんかね、フィッティのなんか小さめサイズの7枚入りかな、あれ基本的に持ち歩いてる。なんか日帰りとかだとね、1枚だけなんだけど。あ、これだ、これこっちの色薄い方がヒカのラムネで、こっちがチョコミントかな。そう、美味しかった。小さめのマスクでこと足りることが羨ましい。まあ物による、まあ普通のサイズだとでかいかなって感じ。おはよう。
お出かけしたい。今ねちょっとコロナが落ち着いてきてるから、そう少し行きたい。おはよう。嫁はいっぱいいるんよね。いやそんなたくさんいるわけじゃない。そうそうそう、なんか全員でのリハではないんで今日。カルン黒マスクは、黒マスク持ってないです。持ってない。真冬でもアイス食べるの？アイス食べるよ真冬でも全然。チョコミントって聞くだけナナさんが頭に思い浮かんでしまう。うん、ひかもなんかチョコミントと言ったらナナさんって感じがする。お、外が明るくなってきたよ。北海道では常識です。いや石川でも結構常識です。石川でもっていうか、まあ、全国的に結構多いと思う。うんね、いや本当にアイスは冬に食べる方が好きだわ。氷川奈々さんから氷川って呼ばれてるの？いや氷川るんかな。あでもどうなんだろう、氷川るんかも。あー待って待って、えでもなんかえどうなんだろう、ちょっと待って、普段なんかそこまで集中して聞いてないからな、名前呼ぶところ呼ばれるところは。よう考えてみたらちょっと分かんないかも。ヒカルンがアイスクリームの話するのでサービスエリアでババヘラアイスちょっと分かんなかった。いいな、ヒカルと呼ぶのはユイリー。あそうそうそう、光るって呼ぶのはユイリーさん。キャット行きました。ナナさんに連絡した？あ、した、うん、した。事前にちょっと連絡してた、この日行くんですって。光るって言ってるイメージがある。あでも光るって最近は呼ばれてるかな。もうあのひかちゃんって呼ばれてた時もあった。うん、なんかもしかしたらいろんな呼び方されてるかも。ヒカルって呼ばれたこともある気がするんだよね、ヒカとしては。そうなんかね、いろんな風に呼んでくれて嬉しいわ。リンちゃんからはヒカちゃんって、あそうね、リンちゃんヒカちゃんかも確かに。でも光るんとも呼ばれた気もするんだよな。ひらっちょって呼んでもらいたいね。あちょっと遠慮しておきます。遠慮しておきます。ピカーはない。呼ばれることないです、ピカーは。あハッツは言うかもな、ピカルンとかテカルンかな。ハッツはね、ハッツはテカルンかな。そう、たまにテカルンって呼ばれる。テカルンテカルンって。言い出しっぺだから。あ25分ありがとうございます。よしということでちょっとねランキングいきたいと思います。13位サルキチャットヒカチューブさん、12位クマクマちゃん、あとクマクロマクロマスハッシュタグさん、それともこのままクマって読むのかな、どうだろう。11位中堅有効ヒカチューブさん、10位ランタンさん、9位アルビンズランクさん、8位 WY アット影の守護神さん、7位ラブカーナさん、6位プリーツアットヒカチューブさん、5位カバちゃん、4位谷口ひろきさん、3位カキ焼き鳥連合オレンジか、凍結の高速道路運転は疲れちゃうさん、気をつけてね。2位ケントさん、1位ユータアットヒカチューブさんです。ありがとうございます。そしてギフトいきます。
くまくまちゃん、かっきーさん、ラブカーナさん、ゆうたさん、しろまるさん、けんとさんです。ありがとうございます。呼ばれてない方は挙手制でお願いします。それでくまくまです。バイあやねちゃんなのね。オッケー、くまくまさんね。オッケー、おはよう。しゃけんさん、ありがとうございます。でもごめんね、終わっちゃうんです。あ、ゆうやさん、ありがとうございます。大丈夫、大丈夫そう。おはよう。結婚してください。お気持ちはとっても嬉しいんですけど、ごめんなさいちょっとね、まだ一応アイドルなんで誰か一人のものになることはできないんです、ごめんなさい。でもね、気持ちはとっても嬉しい、ありがとう他にいらっしゃいませんかね。ババヘラアイスはカラフルなアイスクリームで秋田県では有名なの。あ、なるほどね。ちょっと待って、今調べるわ。気になる。名前はね、ちょっと聞いたことある気がする。今日は478で夢見ます。あー、今日か。あ、見たことある。なんかバラの形したやつだね。あ、これババヘラアイスって言うんだ、これが。え、かわいい、すごいな。いじいじ、あー、ごめんね、いじけないで待って待って、プロポーズなん、あの、あれ、嘘、そんなにいろんな人にしてんのそれもちょっとひかがいじけちゃうなはい、まあ、ということでね、そうですね、私の告知としては、まあ、22日の絶好調ダブルさんに少しですが出させていただきますよってことで、まあ、見れない方はあのその翌日、ってことは24日の正午からあの TVer で1週間無料でね配信されるんで、ぜひ見てくださいねっていうこと。あと生写真の予約が開始されましたので、皆さんぜひチェックしてくださいねってことですね。あ、かぼちゃん、ありがとうございます。ギフトですね、すいません。はい、ですかね。見てください皆さん。かな。はい、そして、ショールームインスタグラム755、そしてツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。ツイッターね、朝配信でね、ちょっと初見さんも多いと思うので、ツイッター開設しました、平野ひかる。ようやく、はい、ようやくあのツイッター始めましたので、皆さんぜひぜひ見てください。はい、フォローしていただけると嬉しいです。かなあ、とは大丈夫そう。はい、ということで皆さんね、朝早くから見に来てくださってありがとうございました。今日もね、一日お仕事あるとある方は頑張ってください。何もない方はゆっくり休んでくださいね。そう、風邪だけは皆さんひかないように気をつけてください。それでは今日はね、私くしレッスン頑張ってまいります。それではまたね、ありがとうございました。見に来てくれてありがとう。また見に来てね。夜ももしかしたらちょっと時間次第ではやる可能性もあるんで、はい、ちょっとゴムゴムなんですけど、まだ見に来てください。またね、バイバイ、ありがとう、ピース